準備はええな、拳を掲げや、いざ出陣。おー、1575年、武田軍は失った領地である三河の最小枠を目指す。そして三河国長篠城をめぐり、織田徳川連合軍3万8000と武田軍1万5000が激突する。俗に言う長篠の戦いの開戦である。長篠の戦い第1幕、加藤清正の大巻。激戦を極める長篠の戦いで一人の男が槍を振るっていた。後に賤ヶ岳の七本槍と呼ばれ、朝鮮出兵で虎を打ち果たす男、加藤清正、初陣。この年わずか14歳であった。いや、何をしとるんじゃ。かっこよく決める訓練をしておりました。あ、かっこよく決めんでも敵を倒す訓練をせにゃあかんかね。そうです。倒さんとかっこよく決まりませんから。そういうことちゃうんじゃわ。まあ、前にやってみや。修練を積ませていただきました。2年経ってもちっとも姿は変わらんもんじゃな。おかしいですな、成長期のはずなんですが。声変わりはしたかの。そんなことはございません。なんで急に立たなるんだ。いや、さっきから声でしょ。いや、さっき普通に喋っとったからや。はい、おい、喋れ。聞こえた。はなんでございましょう。お主、無事に帰ってこられたからええもん。わしの目を盗んで出陣とはいただけんな。元服まで待てんかったのかや。申し訳ございません。いや、しかしこれも秀吉様に忠義を尽くしたいがためにございます。忠義もええけどしないようにしてちょうよ。はっ。で、お主どえりゃ武勲をあげたそうじゃな。敵を3機打ち果たしました。おー、3機か、それはすごいな。もっともっと武勲をあげて秀吉様のお役に立ちたいと思います。期待しとるでね。はっ。加藤清正、14歳。後にパワースポット武将と呼ばれることをまだ彼は知らなかった。俺の名は加藤清正、青春まっしぐら。切られたいやつは俺の前に来い。